今までの兵器と違い、次期戦闘機は大電力が必要になってくるようだね。今回は日本とイギリスが共同開発しているジェットエンジンの目標となる発電力と次期戦闘機が敵国空軍の対抗策となるのかについて詳しく見ていきましょう。2021年12月22日に日本の防衛省は2022年度初めより現行の F2 戦闘機を代替する次世代戦闘機に関してその機関部をイギリスと共同開発すると報道発表を行い、イギリスと日本の新たな連携に注目を浴びることになった。これは2022年4月より第6世代戦闘機のテンペスト計画において機関部を担当するロールス・ロイス社が日本の次世代戦闘機の機関部開発にも参画するという内容であり、すでに2021年6月頃より浮上していた案件である。同時期にイギリスの国防省から発表された内容は日本の公開文書より詳しく示されており、その中ではテンペスト計画に向けた機関部の実証エンジンを日英共同開発するという内容をメディアにも明らかにした。どうやら、イギリス側は、テンペスト計画に向けた実証エンジンの開発に約46億円を投入するらしく、続いて、同エンジンの発電能力を示す実証機に関しても約300億円を投じることが記載されていた。次世代戦闘機の機関部に関して、日本は軍事産業でも世界に誇る IHI エアロスペース社と防衛装備庁が開発した XF9 の試作機1号が2016年に完成しており、同機をベースとした機関部の純国産化も視野に入れていたが、ここにイギリスの技術も取り入れることによって、さらに能力アップを目指すということになったのだ。実は、米空軍の第6世代戦闘機、NGAD でも、著しく、電力を消費する電子機器のアビオニクス類と、そこらから生じる熱をどのように解消するのかが、ポイントになっており、新型エンジンを生み出すための最大の課題だと言われていた。米空軍においては、次期戦闘機で用いられる新型エンジンを、アダプティブエンジンと、呼んでおり、推力向上や燃料消費量の低減だけではなく、出力を上げるときに発生する熱の冷却と、それらを両立させる性能を達成させようと、開発を着実に進めている。一方で、イギリスのロールス・ロイス社の機関部は、大電力が求められることに対応しており、そこで発生した熱を回生的に使用することによって、同時に冷却も行うことができるらしく、米空軍とは、別のアプローチで考察された手法である。いずれにせよ、日本の IHI エアロスペース社が所有する XF9 エンジンにおいては、最新の大電力の供給と出力を上げるときに生じる熱を冷却する部分に関しては、技術的に不安が残っていたが、日英共同開発により、事実上のリカバリーを選択したわけである。次世代戦闘機の機関部を日英共同開発するという報道を受けて、確かに、両国の協調体制を、かつての日英同盟に見立てて歓迎する動きが多く見られたが、実は、これ以前にも、両国の軍事的な協力は始められていたことを、世間一般的にはほとんど知られていない。それが、日本の新型ゾラ対空ミサイル、通称ジエナームというものを戦闘機に実装するために、2014年7月から、日英両国が共同研究を始めているものである。このジエナームの開発基軸となっているのは、イギリスが主導する同国の武器製造企業である MBDA 社が開発したミーティアゾラ対空ミサイルであることが分かっており、視界外の敵対ゾラ目標に向けたアクティブレーダーフォーミング方式を採用した長距離ミサイルに該当する。
このミーティアゾラ対空ミサイルは、実際に、イギリス、ドイツ、スペイン、イタリアの4カ国空軍のユーロファイタータイフーンや、フランス空軍のダッソーラファールのほか、スウェーデン空軍のサーブ・グリペン等の戦闘機にも並走されている。公開されている範囲のミーティアゾラ対空ミサイルの初言として、直径 17.8cm、全長 365cm、重量 185kg の寸法となっているが、これは、アメリカの現レイセオン社製の AIM-120M、ルームゾラ対空ミサイルと同等の規模であることが分かった。これを、海上自衛隊保有の空母艦載機となる第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2用のウェポンウェイと呼ばれる機体内にある爆弾庫に、4発収容可能とするため、翼部分を短縮し小型化したものがジエナームであり、日本はイギリスとこの改良型に搭載する誘導用のレーダーについて共同研究を行ってきた。この誘導用のレーダーのことをシーカーと呼称され、アクティブレーダーホーミング ARH が採用されており、日本は国産の99式中距離ゾラ対空誘導弾用に三菱電機が開発を行っていたシーカー技術を転用し、2016年1月には初期段階の研究を終了させ、次の段階に進んでいる状況なのだ。2017年12月には、ジエナーム本体の試作及びミーテストを推進することが打ち出され、現在に至るまで、航空自衛隊の F-35 戦闘機ライトニング 2A 型の調達と並行して、開発、研究が確実に進められていた。2021年度の防衛予算の中にジエナームの研究費が、それまでと同様に継続して計上されており、2023年3月31日に、防衛装備庁が、2023年に実施する試射をもって、プログラムを終了すると、発表した。ジエナーム完成後は日英両国で様々な角度から評価、検証を繰り返すとともに最終的には実際に F-35 ライトニング2への実装に値するものか否かの判断を決定し各種課題をクリアして初めて正式な配備が開始されるというわけだ。日本とイギリスでは共にF-35 ライトニング2を主力戦闘機とする国同士として、ジエナームの開発、研究に注力していたことから、この境遇が、両国の軍事関連での協力体制をもたらした、最大の要因だと言っても過言ではありません。しかも、日本とイギリスにおいて、2021年度より、戦闘機等に搭載するための高機能新型レーダーの共同研究を開始し、すでに、日本は41億円の予算を投資しており、従来のものよりも広範囲を常に観測可能な高性能レーダーの開発が目的とされている点に注目が寄せられている。この新型高性能レーダーが日本で言えば次期戦闘機、イギリスで言えば、テンペスト計画に直結すると推測されており、無論これを見据えた研究、投資であることは間違いなく、むしろ、イギリスとの協調姿勢の表れであると言える。日本の次世代戦闘機もイギリスのテンペスト計画についても、結論そこで開発される新型戦闘機が、2035年頃の実戦配備を念頭に置いている点でも共通していることも多く、アメリカに続く準同盟国として結ばれるちぎりの中、イギリスとの兵器システムの相互運用性の向上が、今後もますます期待される。日本の次世代戦闘機は、三菱重工業者を主幹企業として、その傘下に、国内の関連企業が紐付けられる体制で、アメリカのロッキード・マーティン社の技術支援が、当初は打ち出されていたが、実際は、イギリスとの協調が本格化して動き出していた。次世代戦闘機が念願の純国産戦闘機とはなり得ないかもしれませんが、
2兆円以上とも言われる多額の開発費が投資される事業だけに、自国主導の立場を少しでも揺るがすことなく、有効な空対空ミサイルの開発につなげるのかが重要である。世界でも割るの枢軸国となる中国は、すでに航空母艦艦載機としての J-15 戦闘機に、新型となる T 型ミサイルを投入しており、さらに、新型で、約 200km もの長射程を持つとみられる PL-15 空対空ミサイルを実装することが予想され、その対抗策としては十分に考えられている。1990年代までは、史上最強との呼び声も高い F-15J イーグルを主力戦闘機として配備していた日本は、アジア随一の星空能力を有する国だと豪語できていたが、時代の経過とともに、今や、数的にも中国に単独で対抗することが困難となってきたため、一刻も早い対抗策を取らなければなりません。